Hey guys, Dracolio here back with another Fit. So it's been a very long while since I actually done a Fate episode and also the story. So I'm just gonna start this series with a Fate episode by Altair. He is a new guy. I just subtext because apparently someone decided to pay my or rather pay the debt. So I'm able to actually do this. So I got Altair and pretty much a few people recommended me to take him because he is like a really good water user. So I'm going to do a full all-out video of him. So enjoy the show. This is Altair until level 80 because I've reached him to level 80. Then after that I'll do a second episode where he's at 100. So be right back. せっかく手に入れたってのに、この本ってはむずかしい文字ばっかりでちっとも読めねえぞ。聖書についてしらべるどころか文字の解読から始めねえと。そうだ。ねえ、気空団の中に解読できる人いないかな。ああ、あの連中じゃ望みは薄いな。 空の彼方、約束の地、青の少女が安寧の終わりに現れる。リーさん、大丈夫ですか？ つー、一体何事だ？ これは失礼。まったく。 読書に夢中で周りが見えなくなってしまうのは私の悪い癖だな。読書ってこの本ですか？ 青の少女は安寧の終わりに。 ああ、今の衝撃で落としてしまったようです。 どなたか存じ上げませんが、感謝します。 ところであなたたち、 おケガはありませんでしたか？ あんたこそ大丈夫か？ さっきから話しかけてんの、それ石像だぜ。 失敬。視界が悪いと思ったらメガネも落としてしまったようですね。 あらら、今度は石柱に話しかけてます。 お兄さん、メガネってこれですか？ ああ、重ね重ねすまない。どうやらあなたたちにも怪我がないようで安心しました。こっちこそよそ見してたからな。お相手だ。メガネのお兄さん、とっても本が好きなんですね。読書百篇、義おのずから現る。 読書も人生も積み重ねた経験は私にとって非常に大きな意味を持つ。ところであなたたちが手にしているその書物ですが。あ、こいつか。聖書について書かれてるって噂の古い本なんだけど。そうですか。どうやら私は一足遅かったようですね。 メガネのお兄さんもこの本を探してたのですか？なんだ？メガネのあんちゃんも聖書について調べてんのか？メガネではありません。銀の軍師、アルタイルと申します。聖書にこだわっているわけではありませんが、この世界に散らばる伝説の書物すべてに興味はありますね。 あなたたちの手にしたその書物もそのうちの一つというわけです。軍師なのに読書が趣味って変わってんな。本当は素晴らしいものです。
一見兵法に関係のない本でも何が役に立つか分かりませんからね。そういうもんか。じゃあさ、メガネのあんちゃん、もしかしてこれ読めるのか。メガネではなくアルタイルです。その書物を解読するには鍵となるダーインスレーブが必要となるのですが、ただその鍵を手に入れるのも容易な話ではなくてね。ダーインスレイブ？こいつの持ってた剣って確かそんな名前だったような。な、その剣は伝説の書物だけではなく、まさかダーインスレイブまで手に入れているとは。これはまさに青天の霹靂。あなたたちは一体何者なんです？オイラたちは空を駆ける気空団さ。そんでもってこいつがオイラたちの団長さ。気空団ですか。あなたたちと一緒なら世界に散らばる伝説の書物を手に入れることも不可能ではなさそうですね。旅は道連れ、世は情け。どうでしょう、あなたたちの旅に私も同行させていただけませんか。私ならあなたたちの手に入れた伝説の書物の解読もそう難しくはないでしょう。メガネではありません。アルタイルです。牢を得て職を得て、一つの望みを遂げてもなお、それ以上を求めてしまう。私の本に対する欲望には限りがないものでね。あなたたちとの旅は、きっと私にとってとても有意義なものになるでしょう。楽しみですね。メガネのじゃなくてアルタイル、これからよろしく頼むで。Give me a moment while I actually adjust something. Because it's getting a bit annoying that the thing is there. This is the next one, so enjoy. アルタイルさん、珍しい本を手に入れてとっても嬉しそう。さっきからずっと夢中で読んでます。
ねえ、その本ってそんなに面白いのか？なんで？すべての物語はここから始まるか。しかし、これはまるで…おい、メガネのあんちゃん、おいらの話聞いてんのか？メガネではありません、アルタイルです。なんだ、聞こえてんじゃねえか。その本ってさっき拾ったやつだろ。そんなに夢中になるほど面白いのか？いや、この本に記されている文字ですが、表紙に記されている文字以外は私の知っているどの文字とも一致しないようです。非常に興味深くはあるのですが、謎は深まるばかりですね。この本は一体…これは失礼。なんだよあいつ、ぶつかっといて謝りもしねえで逃げちまいやがった。油断大敵とはこのことか。アルタイルさん、顔色が悪いです。打ちどころが悪かったんです。どうやらあの男に先ほど手に入れたばかりの本を奪われてしまったようです。なんてこと、貴重なもんかもしれないんだろ。すぐ取り戻しに行こうぜ。いたぞ、あいつ廃墟に逃げ込みやがった。待って、あの廃墟、魔物の匂いがします。どいてもらいましょう。ここで足踏みするわけにはいきません。銃を知る。ルリアは防衛力があるようですね。はめられちゃいました。この気配、本のダッシュに気を取られすぎたか。魔物に囲まれてしまったようですね。なんだって、こんな狭い場所で囲まれちまうなんて。一体どう戦えばいいんだ。心配ありません。あなたは私の指示通りに動いてください。なるほどな、銀の軍師様の腕の見せ所ってわけか。アルタイルと組めば怖いものなしだぜ。やっちまえ。Huh?
団長殿の力あっての結果です。この程度は早すぎ。地面なんか覗き込んでどうかしたのか、アルタイル。この床に刻まれた文字、これは先ほどの本に記された文字と同じもののようです。なんだって？じゃあこの廃墟とさっきの本に何か関係があるっていうのか？関係ないとは言えないでしょうね。この廃墟を探ることで解読する鍵が見つかるかもしれません。他にも残された文字がないか調べてみる価値はありそうですね。でもさっきから魔物の気配が濃くなってます。先ほどの男、このような魔物の巣窟に迷いもなく逃げ込むと、この廃墟に詳しいものと考えられますね。床に刻まれた文字について何か知っているのかもしれません。だとしたらさっきの本は貴重なもんだって確信した上で盗んだってことか。本の行方も気になりますが、こう魔物が多くても先ほどの男が無事でいるか心配です。まずは人命が優先です。先を急ぐとしましょう。やれやれ、首相残って。でもアルタイルさんの言う通り、こんなに魔物が多いと心配です。うわあ、誰か助けてくれ。謎の文字が刻まれた本、文字を解読する鍵となる人物、団長殿と私の力で必ずや守ってみせましょう。頼んだぜ。じゃあ、あの本はあんたと恋人の交換日記だったっていうのか？あらら、本に記された文字も床に刻まれた文字も二人だけの愛の暗号だったんですね。でもって、この廃墟は二人が愛を語り合った秘密の場所ってわけか。したことか。こんなことに振り回されるとは。炎弱伊豆くんぞ、広告の志を知らんや。私はいつの間にか己の知識でしか物事を測れないつまらない男になってしまっていたようです。そのことに気づかせてくれたことには感謝します。まあ、そう落ち込むなって。珍しい本なんてまたすぐに見つかるからさ。しかし、偶然とはいえ何気なく生み出した文字がここまで古代文字に似るものでしょうか。もしかしたらこの歴史深い地と何か因果関係があるのかもしれないですね。
before that, I just want to let you guys know that I've actually changed my name. So Draco Leo is actually my name. It's just that I chose Azura as the test run, and I totally didn't actually manage to change it until now. So yeah, that's the reason why you will see the Draco Leo from now onwards. So continuing on to fifth episode, this final fifth episode, because once you reach, he's a 5-star unit. So once you reach the level 80 mark, you'll be able to actually access another fifth episode. So let's watch. それじゃ帰るとするか。いや、メガネの兄ちゃん。であるからして、これらの示すところは。おい、メガネの兄ちゃん。ダメだ。また本に没頭してやがる。やれやれ、来る前によろずやに頼んでる本があるって聞いた時からこうなると思ってたぜ。 私忘れてたお手紙があるって。このような事態に至ったのか。ひとえに、本を読むのに集中しちゃってますね。仕方ね。その手紙は一旦オイラたちで預かろうぜ。聞く手に戻ってから渡せばいいだろう。そうですね。そうしましょうか。 兄ちゃん、手紙はちゃんと読んだか？ ええ、すでに目を通しています。その節は失礼しましたね。 あ、いいえ、このくらい大丈夫ですよ。 お、でもお返事を送るならまたシェロさんのところに行かないと。 返事？ いや、直接先方に出向くことになりそうです。 急ぎの用事か？ グランサイファーで送ってってやるよ。 そうですね。 いいですよね。 それでどこに行かなくちゃならねえんだ？ 複数の商家が集まって作られたエピスという国です。 エピス？ エピスは私を軍師として迎えたいようですね。 迎える？それってよ。引き受けるにしろ引き受けないにしろ、一度は足を運んでほしいそうです。団長殿、お願いできますか？アルタイルさん、気空弾を抜けてしまうんでしょうか？ メガネの兄ちゃん、どう考えてるんだろうな。 兄ちゃんは気空弾に来る前はどこの軍師だったんだ？ ああ、
そういえば話したことがありませんでしたね。全空のすべての書物を集めることを目的とする大図書館、英知の伝道を要する国、スフィリアです。スフィリアに仕えていれば英知の伝道に行きやすいので、なかなかいい職場でしたよ。アルタイルさんにとってはすっごくいいところですね。あれ？でもそれなのにスフィリアの軍師を辞めちゃったんですか？王位継承者が亡くなったことで宮廷では権力争いが始まり、私も巻き込まれそうになったので。なるほど、大変だったんだな。ええ、大変でしたよ。何せ読書の時間が減ってしまいましたから。やっぱりポイントはそこかよ。まあ、オイラたちはそのおかげであんたが仲間になってくれて助かってるけどさ。自由に様々な場所へ赴ける気空団というのも私に向いていると思っています。英知の伝道は素晴らしい図書館ですが、未だ所蔵できていない本も数多く存在しますしね。さて、また魔物と出くわすまでよろず屋さんで受け取った本を再読するとしましょうか。来るかわからねえってのに、相変わらずの本の虫っぷりだな。本当ですね。でもここで読んでたら体が冷えちゃいます。甲板で見張りをするんですよね。温かいお茶を入れてきますね。それで銀の軍師殿、我々からの頼みについてどうお考えで？エピスが持つ数多くの反路、そして正体を守る護衛兵たち、彼らの取りまとめ、そして護衛隊の差配を頼みたいとのことでしたね。ええ、その通りです。あなたのお力があれば我々の商売も安泰です。アルタイルさん、やっぱり。メガネの兄ちゃんがそうしたいなら仕方ねえのかな。うん。賃金に加えて我々商家が提供できる書物を最優先で銀の軍師殿にお渡しします。いかがですかな？お考えいただけませんか？そうですね。ひとまず
私が預かるかもしれない護衛隊がどの程度の実力を持つか確認したいですね。もちろん、気になることがあれば何でもお試しいただければと。ありがとうございます。団長殿、模擬戦に付き合ってください。さて、動きやすい服に着替えたところで始めるとしましょうか。勝利へ導いてみせましょう。好機一すべからずということですね。この好機、逃がすものか。ここまで。破壊目標撃破。軍師様、リリー頑張ったよ。褒めて褒めて。おお、お見事です。護衛兵たちを寄せつけぬ実力。気空団の方々もぜひこのエピスに。失礼、そのお話の前に私の見解をお話ししてもよろしいですか。これは失礼いたしました。拝聴します。まずエピスの護衛兵が全てこのレベルであるのなら、実に高い水準だと言わざるを得ません。まさに多士精製、見事なものです。おお、ではそれだけに私が加わる意義が見えませんね。打足と言わざるを得ない。彼らを運用するのであれば、私のような軍師ではなく。彼らの訓練、出撃、休暇などのスケジュールを管理するジムの方を雇った方がいいでしょう。そうでしょうか。検討はしてみますというわけですから、今回のお話はお断りします。待たせましたね、団長殿。飛空艇へ戻りましょう。まだ再読も途中ですしね。ドキドキしてたってのによ。あっさりしたもんだぜ。ドキドキ？なぜです？なぜって、ふぇ、メガネの兄ちゃんらしいっつうか。あの、アルタイルさん、いいんですか？珍しい本がたくさん読めるかもしれないのに。おや、ルリアは私が気空団を去る方が良かったんですか？そんな違います。私はアル
冗談ですよ、ルリア。いつも言っているでしょ。人の気持ちは戦術や戦法のように理屈では説明できないと。私は本が大好きですが、本を読む環境にもこだわりというものがあるんですよ。こだわりですか？ええ、そうです。居心地がいいというのは大事なことですからね。ほう。That's about all from Altair. He's gonna have a final uncap. I'll show you in a bit what I mean. So the thing is, right now, he has a 5-star. He is one of the first few 5-stars I have. So the episodes allow him to get the following: a final uncap, a third skill, and also a few improvements if I were to uncap. Let me see if I have enough. Sorry, it's upcap, not upgrade, my bad. I have enough! Fantastic, let's do it! Shukki Seishou, といきましょうか. I need to take some time to appreciate this. As I recall correctly, these ones will be upgraded soon. But I think for now that's about it from me. I'll end with Altair in front. So thank you guys so much for watching. Draculeo is gonna sign out. I hope to see you guys soon. Bye!